こんにちは、加藤理香です。今日は暑い。あのね、さくらんぼの木の葉っぱがなんか変なことになってるんです。虫がついてるような感じなんね。で、ちょっと触ってみたらね、葉っぱでしかなくて虫じゃないなって思って、そのまま してたんですけど、インターネットで調べるとどうやらこれも油虫の仕業ならしい。なのでさくらんぼの方も油虫対策をしたいと思います。ちょっと葉っぱ見せるね。気持ち悪いよ、芋虫みたいに。ほら、なんかさ、芋虫くっついとるか見たく見えん。ここにさ、さくらんぼの実あるんですけど、葉っぱが全部じゃないんだけど、なんかこんな感じなんね。虫に見えるよね。チョキンってやってみるよ。芋虫ではないよ。やっぱりちょっとアブラムシいるって感じですけど、びっちりではないね。ほら、こんな感じ。葉っぱを取ったよ。気持ち悪いやろ。でも虫ではないよ。ほら、空洞になってます。アブラムシ一匹おったけど、食べ物だったらこれがいいかなと思ってで、スーのスプレー買った。これをかけます。